今日は野菜炒め、もう即席野菜炒めです。外食する予定で頭の中が外食でいっぱいなので、明暗が浮かばず、ただあるものを炒めたっていう野菜炒めになってます。胸肉をそぎ切りして、胸肉をそぎ切りにして、きのこ、しめじとエリンギも切って、もやしとネギを炒めただけです。味付けはごま油と、日本酒、糖質ゼロの日本酒で蒸して、それに、中華スープの素ちょっとと、あとめんつゆちらっと入れて隠し味にしてます。鶏肉の下味は塩コショウでしてます。ただ炒めただけです。で、また例によってラー油をちょっとかけて食べていただければと思います。いただきます。